どうも皆さん、ヘルライズ。最近暑いし眠いし仕事は繁忙期だし、買った商品は不良品だしで、闇落ちが足音を立ててすぐそこまで来ている三大特撮合成重機メラウプ主です。なんでこいつこんなボロボロなの？不甲斐ないウプ主よのう。こんな奴が余たちを従えるのか。ノープロブレム。ミーたちがいつか式をついて乗っ取ればいいのですよ。なんでこいつらは唐突かつ久々に出るし。てなわけで役者は揃ったな。じゃダークライダー解説始めるぞ。おお。ダークライダー解説？エコーかけるほどか？だってお前、前にやったのいつだよ。そんな前じゃないだろ。あやっぺ1年前だ、黙っとこう。はい、バッチリ聞いた。大丈夫大丈夫、問題ない問題ない。じゃあまずは解説の一人目ライダーをダークしようか。動揺が随所に出ている。解説を始める前に注意事項です。今回の動画にはパラリゲのネタバレが含まれますのでご了承ください。エントリーナンバー1、仮面ライダーハイガー。劇場版仮面ライダーファイズ、パラダイスロストで登場したダークライダー。ワールドのほとんどがアルフェノクによって支配されたディストピアを舞台とし、そのワールドを牛耳るカントニー、スマートブレインに所属するレオがチェンジします。身長193センチ、体重98キロ、パンチ力 3.5 トン、キック力8トン、ジャンプ力40メートル、走力100メートル 5.5 秒。スマートブレインが制作したライダーズギアの中でも最高峰の品質のシリーズ、帝王のベルトの一つ、天のベルトことサイガギアを用いて変身するライダー。天のベルトの名の通り、ファイズライダーでは唯一飛行が可能である。まあ飛行用のバックパックであるフライングアタッカーがあればですが、それでも最高高度5000メートルかつ最高時速820キロでフライが可能ですので、他のライダーにはないオンリーワンなスペックと言えるでしょう。でも僕の方が早いですよ。ショラップ、ファイズなど従来のライダーのスーツに使用されていたソルメタルより高品質の物質、その名もルナメタルを使用したボディスーツやアーマーは堅牢かつしなやか、そのハードさを攻撃にも利用し鋼鉄をもブレイクする破壊力を生み出すのです。さらに誘導エネルギーであるフォトンブラッドはファイズの2倍以上、ボディを通るエネルギー誘導経路、フォトンストリームのカラーはブルー、これはファイズのレッド、カイザのエーローよりもさらにハイアウトプットなのです。でも僕の方が早いですよ。早いボットになっちゃった。鈴鹿かな？飛行ユニットであるフライングアタッカーは飛行能力だけでなく、秒間120発の濃縮フォトンブラッド弾を打ち出すフォトンマズル、操縦艦のステアコントローラーを分離させた打撃武器トンファーエッジなど、オールレンジで活躍ができるのです。フォトンブラッド弾は連射可能なライフルモードと、一撃の威力に特化させたシングルモードの使い分けもできるのです。まあ操縦艦を分離する都合上、飛行中はトンファーエッジ使えないけどな。さまつなプログレムですね。飛行中は撃ちまくっていればいいのです。遠距離で十分なスペックがあるのならわざわざ接近するメリットはナッシング。オーソーリー、ユーは無様にも叩き落とされたんでしたね。なんだとこの一つ目野郎が。劇中発動した必殺技はサイガスラッシュ、トンファーエッジで相手を切り裂く技だ。他にもキック技のコバルトスマッシュやパンチ技のスカイインパクト等がある。ファイズライダー唯一のホワイトベースのボディカラーにコバルトのラインで爽やかさがあるかと思えば、左肩は内部構造がむき出し、目は単眼でどこか不気味さも感じさせるデザイン。ちなみに紫の部分はもともと緑にする予定だったそうですが、飛行中の合成でグリーンバックを使う関係上色を変更したらしいです。青色のラインだからブルーバックも使えないしな。こんな真っ白系の見た目でもダークライダーなのね。まあそりゃ変身者が変身者だからな。変身者のレオがスマートブレインの用心棒であり、彼もまたオルフェノク、変身以外終始英語で喋る男性で、公開時は特に字幕などなかったので言葉がわからず困惑した人も多いだろう。それが余計に不気味に映ってたという意見もあるのぜ。用心棒かつ始末や、人間は愚か役立たずの同胞をも平然と手にかける人物であり、小坂の変身したカイザを翻弄した挙句敗北に追い込み、彼を殺害、その後人間に味方するオルフェノク3人と交戦となり、その場はお流れになった。その後その3人がスマートブレインに乗り込んだ際にも交戦しており、エラスモテリウムオルフェノクとの連携で3人のうち2人を亡き者にしたのぜ。まあとどめをどっちもエラスモテリウムオルフェノクですけどね。その後は見せしめのごとく処刑されようとするそのだまりを救出しに来たファイズと交戦ですが、場所が屋内だったので高さを生かした戦法を披露できず、加えて最強最速のアクセルフォームによって無様にもバックパックを破壊され、天のベルトでありながら地に叩きつけられる結果に終わりました。結局煽ってない。その後トンファーエッジを用いた近接戦で一応ファイズを苦しめますが、とどめを刺す際、ファイズエッジをマリから受け取ったファイズによる、スパークルカットをカウンター気味に腹部に食らって敗北、その場でベルトごと廃下したのです。ミーが敗北したのは屋内で戦っていたせいです。屋外であればこんなことにはならなかった。甘いですね。戦いとはいかに自分にとって有利な、相手にとって不利なフィールドに誘い込むかですよ。たらればなんて負け犬の遠吠えですね、ブハハ。こっちが正義側の技なのに邪悪に映る不思議。とはいえレオの人物像に関しては深く掘り起こされるようなことはなく、ある意味鉄頭鉄尾役々として描いたのかもしれない。ピーターさんはネイティブアメリカンが戦いを聖なるものと考えるように、戦いをスポーツのように捉え、その中で自分自身を発見しており、単なる悪役ではないと解釈してるそうです。作中指を伸ばす描写こそあれどオルフェノク隊を披露することはなかったが、ヒーローサーガではライオンオルフェノクの正体であると言われておる。ちなみに同じにはスマートブレインのロゴの入れ墨を彫るほど忠誠心が高い。それはそれとしてカイザを葬った災害なわけだが、レオを演じたピーター・ホーさんの誕生日は9月13日、カイザの日だ。東映、やったな。ないと言い切れないのがあの会社。
番手はよ、仮面ライダーオーガである。帝王のベルトが一つ、血のベルトの名を冠するオーガドライバーにて変身、身長202センチ、体重101キロ、パンチ力 4.5 トン、キック力9トン、ジャンプ力38メートル、走力100メートル 5.6 秒、攻撃力の数値はファイズライダーでは随一を誇っており、オーガドライバーから供給されるフォトンブラッド量はサイガの2倍、つまりファイズの4倍を誇っておるのだ。その性質ゆえにオルフェノクの中でも新技体を全て兼ね備えし選ばれたものしか変身できぬが、その性能によってオルフェと導くことを約束しよう。じゃあ誓約書書いてもらっていいか？嘘だったら廃棄処分な。軽生除名。フォトンストリームの色は金、性能は不明だが高いのは間違いない。根本的なスーツの素材自体はサイガと変わらないが、エネルギー供給量で差をつけてる感じでしょうか。まあそらスーツの構造にててエネルギー量が多ければ差は生まれるよな。それだけではない。サイガと比較し、走行内部は液体状の衝撃吸収材で満たされており、強硬質を保ちながらもより一層衝撃を吸収しやすくなっている。加えて特徴的なマント、ワイズマンローブを装備しており、理論上は太陽の表面温度に匹敵する強光熱をも遮断することが可能なのだ。そんなもん食らったらお前の周りが無事じゃうちだろうけどな。専用の武器、オーガストランザー、冥王の剣の異名を持つ携帯武器であり、探検モードと長剣モードを使い分ける。探検モードでは斬撃のほか、エネルギー弾を発射する銃としても使用可能。オーガフォンから抜き取ったミッションメモリーを刺すことで長剣モードに変化し、その状態では超巨大な光の刃を生成して叩きつける必殺技、オーガストラッシュを発動可能だ。光の刃という性質上理論上の射程は無限である。変身者は小葉雄二、ホースオルフェノクの正体であり、当初は同じオルフェノクの仲間二人と人間に協力していた。だがオルフェノクゆえに人間たちからは懐疑的な視線を向けられており、好意的なのはマリア・ケイタロウといったごく一部の人間だけ。さらにアルミ勝手な人間とのいざこざで人間たちからの心象がさらに悪くなり、信用回復の案としてスマートブレインに3人で乗り込んだ。だがそこで待ち受けていたのはサイガとエラスモテリウムオルフェノク。その圧倒的な力を前に仲間二人は生きたい絶望するコバ。そこへ追い打ちをかけるように、マリの姿に変装したスマートレディが揺さぶる。罠にはめられたと思い込んだコバは人間を見限り、オーガの変身資格を得ると、サイガ撃破直後のファイズの前に姿を現し交戦。圧倒的な力で変身解除へと追い込むのぜ。しかし立ち上がりオルフェノクとしての正体を現した匠とさらに一戦交え、その果てにブラスターフォームへとファイズが変身すると形勢が逆転。今度はその力の前に手も足も出ず、必殺技のぶつかり合いで敗北しました。この時は必殺技の余波だけで波のオルフェノクが敗下するほどだったな。その後エラスモテリウムオルフェノクからマリを救出しようとするファイズの姿を見て心境に変化があったのか、エラスモテリウムオルフェノクの攻撃をその身で受け止める。さらにオーガストランザーでその曲を投げ飛ばしファイズに繋げると、その勝利を見届けて地に伏せる。燃え尽きようとするからだ。最後はオルフェノクと人間の共存という未来を、匠とマリに託して灰となって消えた。ダークライダーでこそあるが、元はといえば人間の身勝手さや策略にはまったがゆえであり、被害者、悲しき悪役という面の強い人物であったな。罠にはめられなくとも人間を見限るのは時間の問題だっただろう。やはり人間は醜い、楽園を作らねば。牙を演じた泉氏はこのオーガがお気に入り、変身者の入れ替わりが激しいファイズライダーの中でも、サイガと並んで変身者が一人しかおらず、コバ専用だったからだそうだ。だが世界の破壊者の作品でそれが崩れ、コバ以外が変身することとなる、故に相当悔しがっておったな。とはいえオーガといえばコバというファンは未だに根強くいて、泉氏が35歳の若さで逝去された今なおその存在感は健在なのぜ。王の意向にひれ伏すがよい。まあそんな王の意向も主役の前では無に帰したわけですが。である。仮面ライダーニューズ、ファイズ20周年作品、パラダイスリゲインドで登場した新ライダー、新型アイテムであるニューズフォンを使用して変身する。どこかファイズに似た頭部、ゴテゴテしい胸部や肩アーマー、それらにはニューズの頭文字である M をかたどったラインが引かれているのぜ。戦闘ではサバイバルナイフ型の日本の武器であるニューズエッジを使用。こちらはワイヤーを伸ばして中距離武器としても使用可能なほか、合体することで1本の長剣へと変形させることも可能。普段はガタックよろしく両肩に喧嘩されてますね。最新型ということもあってニューズフォンのアプリを起動するだけで展開可能です。その最大の能力は、予測 AI によって攻撃パターンを分析し回避すること、アプリを起動することで敵の行動を分析しシミュレートすることで、攻撃を回避したり迎撃したりとチートじみたことができる。故にダメージを与えることすら容易ではないのだな。さすがは最新型。以上の点から作中でも最強格のライダーとして描かれているが、予測 AI も万能ではないことも同様に描写されている。ネクストファイズ相手には予測 AI によって勝利することができましたが、匠が使い慣れた旧式のファイズに変身すると逆に圧倒されたのです。最新のネクストファイズより使い古した旧式ファイズの方がフィットし、予測できないレベルの攻撃を繰り出しました。よってあくまで予測 AI は補助的な役割であり、少なくとも01系統のような未来予知レベルの代物ではない模様。単発作品登場ということもあって描写が短く多くは語りきれないが、
さて、気になる変身者だが、その名もクルミレナ。オルフェノク撲滅のために再建されたスマートブレインに所属し、ある事情で同じく所属していた匠と共に、社長である北崎に付き従う女性、匠に思いを寄せており、変身の際はなぜか脱ぐわけでもないのに恥ずかしがると、どこかずれている様子が伺えるが、その本質は、いかにもファイズのキャラらしいものだった。匠がマリと並々ならない関係だと勘ぐった彼女は、なんとマリを監禁した挙句、オルフェノクへと強制的に変貌させる手術を施してしまうのぜ。そして、オルフェノクである以上撲滅対象であること理由に殺害し、匠を自分のものにしようと企んでいた。そしてついたあだ名が女版草加。あ、どっちの草加の方がヤバいかな？性格ヤバすぎて引くんだけど。なんでレに該当すんのよこれは。ヤンデレではないか、知らんか。だが彼女の計画は思うようには運ばなかった。同じオルフェノク同士となったことで、匠とマリが心とついでに体も繋がり、生きる希望を見出したことでスマートブレインを離反するに至ると、所詮は匠もオルフェノクだと見限って襲撃する。さらに正体を表した北崎も参戦。二人はなんとか切り抜け森へ入るが、そこでまたしてもレナと遭遇する。だが、やはり一度は愛した男、情を捨てきれず逃げるよう促したのぜ。やばいけど、ギリギリのところで理性保ってるような感じなのかしらね。だがそんな彼女を狂人が襲う、追ってきた北崎がレナの行動を見とがめて致命傷を負わせると、それでも立ち向かおうする彼女にとどめを刺した。描写的に内側からこっぱみじんに爆散でもしたかのように血しぶきが飛び散り、死体すらも残さない無残な最後だったのぜ。グロいしむごい。その後ミューズフォンとドライバーは北崎が回収、今度は北崎がミューズの変身者となって襲いかかってきた。戦闘技術がどちらの方が上かは直接的な描写に欠けるため判断に困るが、もろもろの能力を加味すると北崎の方が上であろうか。ところでミューズって何気に純人間が変身できる初めてのライダーでは、レナが人間かどうかわからない以上断定はできないが、可能性は高いな。まあ一応デルタも人間が変身できる可能性あるっぽいけど。本作だとミューズのかませにされて出番の終わったデルタか。悲しそう。北崎ミューズはネクスト5を追い詰め、変身解除に追い込んでいく。そしてさらなるダークライダーまでも参戦。俺の時代だ、仮面ライダーネクスト解除。カイザフォン WX を使用して変身する最新型のカイザだ。従来のカイザに比べるとやはり装甲がごつくなっており、胸部には貝をかたどった円形の装甲が配置されている。使用武器も従来から一新され、トンファーブレードのカイザクロスラッシャー。くしくもかつて撃破されたサイザと同様のトンファー型の武器であり、二刀流はもちろんのこと、二丁拳銃としても使用が可能だ。カイザブレイガンに比べるといろんな持ち方に対応した汎用性が売りだな。いやー待ちに待った強化が来て俺は満足だよ。本当に満足か。なんだと？だってお前、作中じゃほとんど能力は使用しないし、必殺技繰り出しても相殺されるしでいいところなかっただろ。いやいや外伝ではアクセルフォームまで披露したんだぞ。ほぼギャグ時空だっただろあれ。ぬぐぐ。一応予測 AI のアプリなんかもあるのに劇中では一切使用しなかったよな。変身者は草加正人。ではなく草加の姿を模したアンドロイドだ。なんか急に突拍子もないやつ出てきた。そもそも草加自身は作中すでに死亡しており、作中でもそれについて軽く触れられていたが、実態はオルフェノク撲滅を目論む政府が制作したアンドロイドだった。ちなみに社長の北崎もアンドロイドだな。当初はマリたちと協力していたような素振りを見せていたが、終盤にその正体と本性を暴露しネクストカイザに変身、ついでにカイザフォンは握りつぶした。俺が何したってんだ。その後オルフェノクとなった彼女と交戦しながら北崎と合流、旧式ファイズとなっている匠を嘲笑したはいいものの、実際の戦闘では北崎ミューズともども苦戦を強いられることに。結局ある程度見せ場のあったミューズに比べてろくな活躍はなく、ファイズとマリの変身したワイルドキャットオルフェノクの攻撃を受けて爆散したのだった。20年越しの強化なのに敵だし見せ場もないし、どんまいですね。かっこ笑い外せや。というわけで今回はここまでだ。カイザ君さ、もう少し活躍の場広げてくれないと語りがいないんだけど。そんなものは制作陣に言えよ。ところで今回紹介したやつ全員ファイズに倒されておるな。そりゃまあ僕って主役ですし、必然的にそうなりますよね。いやーすみませんね皆さん。勝ち誇りをって平民め。ムカムカしますね。まあ仕方ありませんよ。僕、最強だから。お前が五条なら呪術は打ち切りだろうな。